こんにちは、ロクダルゴリです。今回ですね、もうやばい。前回ね、ガイム豆腐バナナ味を買いました。味はひどかったです。で、今回ででーん、オレンジ風味買いました。まあね、まあいいっすよ。前ね、バナナ味で醤油があったんで、今日もね、醤油かけたいと思います。あ、やべえ、醤油忘れたわ。まあ、いいか。やべえ、醤油忘れちゃった。いった。すごーい。あ、持ってきてくれました。あ、ででーん。あ、シール付きなのか。こんな感じ。生地は戦国ドライバーみたいな。でね、大きさ同じなのか分かんない、分かんないな大きさ。うん、でこんな感じ。分かんない、クオリティがいいのか。置いといて、これです。前回ぐちゃぐちゃになっちゃったんでね、今回は頑張りたいと思います。お、汁が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 ある、汁がある。まずさ、流して汁を流します。こういうところをね、こういう感じでさっ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 、うー、できるかな。今ね、空気入れてます。感じね。なんだっけ、あ、ロックシールとか風になってる。すごい、いい感じ、いい感じにできた。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じにできた。こんな感じ。ここにお湯丸とか入れてできそう。いただいていきたいと思います。これね、動画では伝わらないんですけど、すっごいオレンジです。いただきます。おっす、おっす、おっす。まだ分からないですよ。これで美味しかったらこれで食べます。あさあさあ、ありがとう。なんでありがとうって言ったんだ。やばい状態。ガイムー。やっぱね、うん、バナナ味よりまずい。うん、バナナの方がはっきり言っても美味しかった。うん、やっぱね、ガイムはちょっとあんま食べれないですかね。あー、ボー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 バーボー。うん、
ったら醤油かけた方が美味しいのかな。あ、今日はいい感じにねできたんでね、取り出したので嬉しかったです。では今回はですね、ガリ豆腐オレンジ風味でした。食べてみたらやっぱりまずかった。まあね、最近ね調子乗ってる系が多いんですよ。例えばあれ、ガリガリ君とかね、いろいろねあるんですよ。ちょっとまずいのがね、まあそういうものがあってからこそ面白いんですよね。ね、うん、こういうのもねあったらどうでしょうか。こういうのはね、僕的にいい感じに言うと罰ゲームに向いてると思います。うん、なんかジェンガとかで倒れた人にこれ食べさせるとか、うん、それぐらいですね。そう、じゃあ今回はガリ豆腐でした。食べない方がいいよ。